エグザイルのメンバー正吉さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。なぜ正吉さんがいらっしゃってるかこの後詳しくお伝えしますが、正吉さんといえばそう北海道苫小牧出身なんです。で現在 STB で放送中ドサンコワイド179に未来応援キャスターとして出演され、北海道の未来につながる力応援されてますね。はい、北海道で活躍する方々を紹介させていただくコーナーをやらせていただいているので、今日も盛り上げたいなという思いです。そう、なぜ盛り上げるかというと、正吉さん今日は始球式を務めるということなんですね。そうですね、ちょっとドキドキしてきました。はい、まあ正吉さんは野球を小学校、中学校、はい、もうずっと野球少年でやってきまして、はい、その時の今写真も写ってますけど、そうですね、懐かしい写真ですね。始球式はピッチャー経験はあるんですか？はい、僕はピッチャーもやらせていただいてたので、はい、大丈夫だとは思うんですけれども、まあちょっと久しぶりの投球なんで怖いですね。先ほどこれ西川選手の借りたグローブということなんですが、これを使っての始球式、30球ほど投げ込んだということなんですが、今肩の状態です。もう完全に肩痛いです。やっぱりね、結構日頃から筋トレはしてるんですけれども、もう全然違いますね、使う筋肉が超痛いな。ただ頑張って投げていただきたいんですが、今日放送席にはファイターズの元エース西崎さんいらっしゃいますが、西崎さん、正吉さんにこの始球式ここに投げるアドバイス何かありますでしょうか？いや、アドバイスないんで、思いっきりね、はい、楽しんでください。わかりました。緊張したらやっぱりこう、はい、筋肉で小さくなったんで、なるほど、そうですね、はい、もったいないですよね。マウンドでパフォーマンスしていかないといけない。ワンムーブ。そうですね。この辺りまた期待しておりますので、さらに大谷翔平選手が近くにいての始球式ということになります。いやー、ファンなんで嬉しいですね。はい、ちょっとちゃっかり握手してもらおうかなと思います。投げ終わった後に握手もちゃっかりしようかなと、無駄にしようかなと思ってます。少し肩に痛みもあるということですが、じゃあ思いっきり楽しんでいい投球を期待しておりますんで、はい、この後正吉さんの始球式注目してください。はい、楽しみにしていただきたいと思います。